運行していたフェリー引退後は海外売船されフィリピンで就航していたが2008年6月21日に渋谷海で好転により沈没した石川島ハリマ重工業が建造した初の長距離フェリーで第1戦のスズランマ以来新造船を一貫して幸いあきら選挙で建造してきた新日本海フェリーとしても初の他社による建造となった 就航当時は、総トン数及び全長で、日本最大のフェリーだった。1 9 9十年2月には、石川島張間自由工業をあよい工場にいて、キャビン増設工事を実施、2名定員の一等洋室23室の増設、プール新設、ジムのマージャンルームとゲームルームへの改装などを施し、定員を788名、総トン数を19105トンとした。 1984年7月にマイズル・オタル航路に就航した。2004年7月、ハマナス・アカシアの就航により引退した。その後、海外焙煎され、フィリピンのスルピシオラインでプリンセス・オブ・ザ・スターズとなり、就航したが、2008年6月21日に公転により沈没した。百九十五年十二月四日、十四時五十分頃オタルから、 マイズ港へ向けて運航中だった元船は、若狭湾南西部の奈流岬の北北西3.4海里の海上で遊魚中だったプレジャーボート飛竜と衝突した。衝突により本船は、左舷船主部外班に、作家賞、飛竜は、右舷港部外班に、作家賞、操舵室窓の破壊、ハンドレール曲損などの損傷を生じた。飛竜には、 船長と看板員の合計2名が乗船していたが、衝突直前に海面に飛び込んだ後、行方不明となり死亡認定された。事故当時の天候は雨で、海上は波の高さは約2メートルで風浪が高く、白波が立った状態だった。事故原因は、ライラック、側の見張り不十分とされたが、飛流側が注意喚起信号と衝突回避措置を取らなかったことも、 一員とされた。2008年6月21日、フィリピンのマニラからセブ島へ向け航行中、檻から接近中の台風6号による波浪の中でエンジンが故障。同国中部のロンブロン州シブヤン島沖合いで高波を受けて転覆し、乗員乗客825人中、船長を含む773人が死亡、または行方不明となった。 公典の中、事故直後から沿岸に漂着した乗客の救助が行われ、同月26日から沿岸警備隊のダイバー、アメリカ海軍による救難活動が展開されたが、台風による公典の影響、違法に積載されていた、多量の殺虫剤による二次災害の懸念から翌日に中断されるなど、捜索、遺体収容は難航、乗員乗客825名のうち、 船長を含む773名が死亡、または行方不明となる大規模な海難事故となった。フィリピン政府は同月23日、運航会社の責任を指摘した上で会社が保有するすべての船舶を一時運航禁止にする措置を講じた。なお、捜索に関わったダイバーに対しては健康診断が実施された。プリンセス・オブ・ザ・スターズ転覆事故に関するカテゴリー。 ありがとうございます。